好，欢迎收看日本大民间直播。我们今天是大年初四啊、这个还是祝大家新年快乐哈、我们来玩一下魔兽之地好了，那个发售昨天的新片啊、玩看。人にはみんな守りたいものがある。愛する人たちや家族、自分の信念や祖国、それはその人にとって絶対譲れないものなんだと思う。守るためには戦わなくてはいけないことも今ならわかる。でも以前の私は逃げ回ってばかり、自分すら守れなかった。バード判事によるニューヨーク対アルフレイ・ホーランドの審理を始める。被告人は窃盗罪で起訴。弁明は無実を主張する。なるほど、手錠を外して。では審理を始める前に、あなたのこれまでの行いをいくつかおさらいしましょうか。こんなの久々に見たよ。ずいぶん昔の記事持ってたね。下手な取り方だね。なぜそんなことしたの？窃盗なんか本当に必要あった？目的があってお金が必要だったの。それだけ。あなたはまず自分自身の行動に責任を持ちなさい。常習類違反法は聞いたことある？三審法とも呼ばれてる。待って、私は誰も傷つけてない。自分以外は。窃盗罪の前科が2度ある。今回の件を合わせると3度目よ。長い間刑に服すことになるわ。あなたにはたくさんの才能がある。人生をいい方向に変えられる。明るい未来が待ってるって。怒りと憎しみに満ちていて、ろくな人間にならないって言おうとしたの。真実でしょ。でもクリスマスでもあるし、あなたに早めのプレゼントをあげるわ。無駄にしないようにね。120時間の社会奉仕活動を条件に釈放してあげる。ありがとう。後悔させない。次に法廷で会ったらこうはいかないわよ。分かった？よろしい、言っていいわ。フレイ、あと一つ。もうじき誕生日ね。今からでもその才能を人のために使って。危なかったけど、あの判事のおかげで助かった。もうやめにしよう。ねえ、ちょっと待って、落としたよ。あら、やだ。どうもありがとう。大丈夫、でも気をつけてね。助かったわ、本当に。
メリークリスマス。あ、メリークリスマス。ホーマーが待ってる。晩ご飯あげないと。Lee_KT 说没意外的话今天就要出まっすぐうちに帰ろう。哎，グリさん、こんにちは。出事啦，出事啦！每次都是这样，莫名其妙，然后就过到出事了，这样。然后明天就初五，好累哦。过年年假总是特别的快，快到令人发指。不要再算了，一直数，越数越难过，有没有？阿克嫂在那边数，还剩几天，不要数了，越数越难过。十天的话，就里面三四五六日，剩四天，干还数？不要再数了。逃げられると思った？いや、リサだ。リサ？本当に？そっちがリサじゃ。クリッシーだ。でもあんたリサって顔じゃないよね。どこにある？今はないんだ。想定外のことが。車盗んで捕まりたかったわけじゃないけど。想定外は嫌いなんだ。これで後がないと思いな。今日はそれよく聞くよ。車を取り返せ。今すぐ。それが無理なんだ。押収されたし。なんであの車にこだわるの。お前の知ったことじゃない。ボスのギギンさんはかなりお怒りでね。だから取り返してもらわなきゃ、うちらの誰かが痛い目を見ることになる。私が選んでもいい？ふざけてろ。お前の死体をこの路地に捨ててやることもできるんだ。そして誰も悲しまない。誰もね。わかった、わかったよ。伝えてくれる？ボスのチキンに。ギギン、クイギン、ギギン。わかった、そのゲゲ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 
代わりにこれをあげるよ。それ何してん、邪魔だ。そこをどけ。クソフレイ、お前のケツごと引きずり下ろしてこの手で痛めつけ。あ、うん、レンガを投げてきやがった。あのクソ女。後には引けない。おっと、大丈夫？ああ、クソ、行かなきゃ。ほんとごめんね。さっさとここから出ないと。どこにいるんだ、フレイ！いくら逃げたって無駄だよ。やっぱ裏路地が安全。出たらうまく負けるかも。あともう少し。どう
んだ。おい、お前見てたろ、どこ行った。必ず見つけるからな。絶対殺してやる。ホーマーが待ってるだろうな。凍える前に家に入ろう。愛しの我が家だ。ホーランドトンネル、赤ん坊の私はここで拾われた。普通道端に赤ん坊を置き去りにする？まあクイーンズミッドタウントンネルよりマシか。そんな名字最悪だし。大好きなスニーカー。一日中見てられる。ヘンテコリンネとアリスは言いました。ウサギの穴を見つけて不思議の国に行けたらな。これは嫌がるけど、お金ないし。ホーマーはどこなんだろう。ようやくやり直せるね。長かったけど。
ホーマー、遅くなっちゃってごめんね。寂しかった？え？嬉しいけど誕生日はまだ何日か先。正直自分でも忘れてた。最近忙しくてね。まあほら、いろいろ大事な用があったから、裁判に出たり悪者退治したり。秘密だけど私人気者なの。本当だって、みんな私を頼る。こんな街さっさと出よう、ホーマー。サツやギャングもいないどこか遠くの場所に。新生活の資金も貯まったし。そうね、お前も住みやすい場所にしよう。きっと気に入るよ。そう、澄み切った綺麗な空気に青い空。これ以上追われることも捕まることもない場所。明日よ。あと一晩でここともお別れ。ようやくこの場所から離れられる。まずホーマーを見つけないと。ホーマー、どこにいるの？ホーマー、無事でよかった。すぐに逃げなきゃ、行こう。嘘、ダメ、そんな。最後に、ヘルズキッチンの廃屋アパートで起きた火災の出火原因は放火であることが分かりました。幸い怪我人はいないようです。消防局は地元ギャングの仕業と見ており、犯人はまだ見つかっていません。ごめんね。フレイ、どうしたの？ひどい顔ね。アレルギーは？え？猫の。猫は嫌い？いえ、猫は好きだけど。何かあったの？ウェットフードが好きなの。パテじゃなくてフレークの。寝床は温かくして膝にも乗せてあげて。
お風呂も必要だけど嫌がるかも。フレイ、ねえどうなってるの。この子はホーマー、見てくれるって約束して。お願い。ありがとう。何をするつもり。正しいこと、どうしたらいいかまだわからないけど、必ず迎えに来る。それまでこの子をお願い。フレイ待って、困ってるなら助けになるわ。メリークリスマス。これでホーマーは大丈夫。私はどうしよう。振り出しね。また一人の誕生日。母親のせいだ。いやダメだ、しっかりしなきゃ。いつかホーマーを取り戻してこの町から。あれは何だろう。すごく綺麗。ダメだ、ここからは入れない。他に入り口は。どう見ても誰もいないよね。一体誰がここに置いてったの。うわすごい。
ここはどこ？何が起きたの？くそ、すごい風が吹いてる。地球じゃない。お前の知ってる地球とはな。誰？ふざけてないで姿を見せな。もう見せてるだろ。今もな、こんなはっきり見えてるのにどうしろって言うんだ。どこにいるの？だからここだ。お前の腕の先に。お前が必死で外そうとしていたやつだ。ああ、そうそうだ。思ったより賢いな。嘘。本当だ。嘘。本当だ。お前が私に喋ってるわけ？このカフが。カフ？やけに見くびられた名だな。ガントレットとかバンブレイス。おう、バンブレイス。なかなかいい響きだな。あ、バンブレイスがいい。嘘嘘、こんなのおかしいって。だが事実なんだ。やめろ、痛いだろうが。マジで？いや、ただお前がしてることは無意味だ。一体どうなってるの？それ以前にお前は何をしようとしてたんだ？うん？私は関係ない。聞こえてるか？誰か知らないけど、やめて。悪趣味な冗談はごめんよ。こんなとこ出てく。離れられはしないぞ。お前にくっついてるからな。まあまあ、とりあえず落ち着いてゆっくり話そうじゃないか。例えば趣味の話なんてどうだ？これはきっと幻聴、悪い夢なんだ。足元に気をつけろよ。まさか目も見えるわけ？こんなのありえない。よく聞くんだ、フレイ。なんで私の名前知ってんの？俺たちはつながってる。つながってる？それどういう意味？今何が起こってるの？こんな、クソ、外れろ、外れろって。見てわかるだろうが、俺たちは離れられないんだ。この声もお前にしか聞こえない。やめろ、もう黙れ。これは悪い夢なんだ。フレイ、落ち着いて俺の話を聞け。いや、それより家に帰る方法を探さなきゃ。町から出ようなんてどうかしてた。いろいろ面倒で。ここの方が面倒だぞ、見ようによってはな。どういうこと？
ぞ。あんなのがいるのに絶対嫌だね。奴ならもうずっと遠くへ行ったはずだ。それに何？何か食べないとこれから先持たないぞ。わかった。でもそうだな、そこの壁を乗り越えるのが一番良さそうだ。ねえカフ、もしお前とつながってるなら。もうすでにつながってる。とにかく事情とは。お前は何。俺は見たまんまだ。そうやって三つの謎かけでも始めるつもり。謎？何のことだ。なんでもない。そもそもなんであんな廃屋にいたの。はあ、いい質問だ。俺も不思議でな。ただ俺はかつて地球を訪れる前、このアーシアにいた。え、待って、じゃあ私がここにいるのはお前のせい。何を言ってる。お前とまあとはいえ俺たちが来たことには理由があるはず。その奇妙な道具は一体何。これはスマートフォン。メールしたり電話したり動画見たりセルフィー撮ったりとかっていちいち説明する気はないから、これ以上は聞かないで。セルフィーなら知ってるぞ。マジで。冗談だ。他には何。 GPS っていう機能で。じゃあ今どこだ。煉獄と地獄の狭間ってとこ。そう示してるのか。そうよ。で、お前はずっとこうなの。こうとは。このうるさい腕輪のこと。覚えてる限りは違うな。じゃあ何を覚えてるの。俺は外から来た。アーシャは故郷じゃない。俺もお前と同じ異邦の身だ。ここに来た時、タンタたちの間で混乱があった。誰って。タンタだ。このアーシアを統治した4人の女たちで不思議な力を持っていた。力って魔法みたいな。魔法というのが俺を腕輪に変える力のことを指すならそうだ。今の何。数ある俺の力の一つ。向こうに小さな集落がある。休めそうだな。なんでわかるわけ。俺にわからないことなどあるはずない。あ、そう。で、ここはアーシアって。ジュヌーンだ。ジュヌーンだけどさっきは。アーシアは大陸で、ジュヌーンはその一部、つまりレルムの一つだ。それってニューヨーク市とニューヨーク州みたいな。ああそうだ、多分な。ニューアークが何かわからないが。ニューアークじゃなくてニューヨーク。どう違うんだ。全然違う。気をつけろよ。おいで、怖くないよ。相手にするな。さあ先に進もう。な、うわっ、うわっ。なぜって見た目より凶暴だからだ。今それ言う。クソ。おい、ぼーっとするな。
あ、集中しろ。今の私が？俺の手助けもあったがね。私がやったの。俺たちだ。念じたら物が動いた。俺と繋がったことで何かの力が目覚めたのかも。ただ念じただけで物が動いた。一人でやったような口ぶりだな。頭で念じたら物が勝手に動いたんだよ。これが今の私ってわけね。魔法を使って筆綿離して獣も殺せる。空も飛べるから。そんなバカバカしい。それは無理。限界あるんだ。まずその力を使いこなすことだ。まあ俺も協力するが。ああ、さっきのでかい獣を倒したの見てなかった？うわっ！かかってきな、化け物ども。どうなってんの？元の生態系から変わったようだな。どんな理由でこうなったかは謎だが。本当、どうしてこんなことに、オッケ何これ、体がビリビリするんだけど。どうやら何かしらの正気に覆われているようだな。何それ、なら戻るよ。だがお前には影響は出ていない。それに今は先に進んだ方がいいだろう。でこの正気って一体何なの？俺にもよくわからない。ここの生態系がおかしくなった理由と関係があるのかもな。なんで私は平気なの？興味深い質問だ。この俺とつながったこととも何らかの関係があるかもしれないね。ダメ、わかんない。ほんとさっぱりだよ。ここは廃墟か。人のいた気配が全然しない。
ここ一体いつからこの状態なんだろう。別の場所を探してみないか。あそこなんかある。澄んだ空気も青い空もない。ニューヨークを出てまともな生活しようと思ったのにこんな場所に来ちゃうなんて。うん、ついてないね。よっ、状況を整理する。今私がいるのは地球じゃないどこかで、そこでドラゴンと遭遇して、おまけにびっくり腕輪とも会話しちゃってる。ワンブレイスだ。哎、欸，国建安。哦，今天实际才上这一支哦，我是觉得蛮酷的，至少它是新的 IP， 就之前评价的话就是要看个人治疗带。现在跳不上去。一応もらっとこう。
曲がるとこ間違えたかも。いいやつが出てきた。いいね、超ついてる。悪くない。ありがとう、先生。バンブレイスと呼べと言って。分かった。ゲッ、ここは逃げた方が賢明だな。そうだね。うわ、これすっごい。いつもよりも高く飛べる。確かに驚いた。だが油断しすぎて雨まで飛んでいかないように気をつけろよ。風みたいに走れるのに全然疲れない。おい、難しいな。危なかった。で、ここはどこ。ジュヌーンの城下町かもしれんな。誰かいる？聞こえてるなら返事して。いないようだな。ひとまず人を探しつつ休める場所がないか見てみよう。向こうを見てこよう。
こにはもう誰もいないの？どうやらそんな感じだな。みんなこの正気から逃れてどこかに避難したのかもしれない。ならいいけど、生きてるなら何でも。敵の気配がするぞ、気をつけろ。はいはい、わかってるってば。ここで何が起きたんだろう。人がいないってだけじゃなくて、なんだかここ…いや、ハンデル…辺りをうろついてるさっきのバグナムたちと関係がある。よし、悪くないね。ああ、役に立ちそうだ。拾っておけ。ねえ、まだなの？遠くはない。何かあったか？化け物はいないね。まだ暴れ足りないのか？私を何だと思ってんの？よっと。この辺り天気が安定しないね。だから風景も変わって見えるんだろうな。じゃあ悪いことばっかりじゃないか。
何かあるようだな。行ってみるか。まあ変なものじゃないなら。いや。よっ。それは何か哲学的な話か。いや、ゾンビたちが弱いって話。いや。よっと。なんだか寂しい場所だね。ここもかつては活気と笑顔に満ちた城下町だったろうな。今よ。くそ、何もかも壊すブレイクだ。あまり詩的な言葉ではないが、お前がそう呼びたいならそう呼べばいい。このブレイクがない、まともな場所はないの。探せばあるかもしれないな。いいね、ここなら休め。外が騒がしいね。ああ、ここでは何が起きるかわからない。この周辺を調べるなら十分気をつけろ。何なの？これもブレイクの影響なの？ああ、おそらくな。正気は世界を狂わせ、やがては跡形もなく壊してしまう。とにかく今はここを離れるぞ。弱点があるはずだ。
ずいよ、かなりまずい。隠れろ。これ本当に効いてるの？大丈夫だ、その調子で続けろ。一気に畳みかけろ。あんま効いてないみたい。今のは危なかったな。死んだと思う、あのドラゴン。まあ、瓦礫に潰された。隠れる場所がない。奴がもうあの光を放ってこないようにな。またやられたら勝ち目がない。ああ、もうマジで勘弁して。クソ、消えたよ。どこ行ったの？だが逃げたわけではないようだ。ブレイ、急いで奴の正面に向かうんだ。はあ？あいつに殺されるでしょ。正面こそが死角だ。早くしろ。まあ、なんとか。
この上に町があるようだ。誰か人がいるといいんだけどね。まあ登ってみなければわからないな。何？歩け化け物！ちょっと化け物って何なの？化け物が喋ったぞ。喋っちゃ悪い。早くその武器を引っ込めな。歩け。分かった分かったよ。ここはどこ？シパールの町みたいだ。なんで言葉が通じるの？たとえ違う世界であっても同じ言葉を喋るのはよくあることだ。とにかく言葉が通じるならよかった。静かに早く歩け悪魔。くそ、もう離せ。痛いって。静粛に静粛に。お前何者だ？あんたこそ誰？ここは素直に答えておいた方がいい。任せて、こういうのは慣れてるから。お前はこの状況の深刻さを分かっていない。私はこれまでもっとヤバい状況を乗り越えてきたの。いいから黙って私に喋らせなって。見ろ、誰かと話しているぞ。悪魔と計りごとか？あ、違うし、計りごとって古すぎ。ベレーテ議員の質問に答えろ、娘よ。私はフレイ・ホーランド。どうやってここに来たかわからないけど、ヘトヘトだしお腹も減ってて、ただ家に帰りたいだけ。妙な身なりだ。生まれはヘルズキッチン。ヘルだと？やはり地獄か。道理で正気を生き抜いたわけだ。娘よ、どうやってジュヌーンの正気を無傷で抜けてきた？まあ無傷とは言わないけど。それはこの女が正気と同じ存在だからだろう。即刻処刑しなければならん。え、嘘、なんで？待ってよ、どうやって来たかもわからないのに。どうかお聞きください。彼女は必要です。評議会に意見するのは誰だ？お許しを、オーデン・キーンです。彼女の罪は正気を生き延びたことだけです。学べることもあるのでは？彼女に剣を向けるのではなく、憐れみの手を差し伸べてはどうでしょう。この悪魔はその手に噛みつき、汚れた毒を持ってお前の体を徐々に蝕んでいくのだぞ。直ちにこいつを処刑すべきだ。ベレーテ議員、さあどうか。オーデンとジェネッシ議員の意見は双方説得力があった。評議は不一致ゆえに、本日血が流されることはない。だが覚えておけ、お前が脅威だと分かれば即処刑する。ビノイ島へ連れて行け。待って、ベレーテ議員、こんなのあんまりです。これにて閉廷する。彼女は悪くありません。え、何？ビノイ島？ビノイ島って？おそらく牢獄だ。お願いです。は？待って、また監禁なんて嫌だ。離せよ、離せって。触るな、クソ野郎。起きろ。
起きろ。起きろ。おい、起きろ、起きろ、起きるんだ。いい。今、私は家から遠く離れて悪夢の中に囚われてる。もうこのまま死なせてよ。お前が死ねば俺もガラクタとして埋められるんだぞ。別にそれでもいいんじゃない。とにかくもうほっといて。っていうか、こうなったのは私のせいじゃない。全部お前のせい。どのあたりが俺のせいなんだ。話しかけないでもらえる。わかった、勝手にしろ。俺も静かな方がいい。そりゃよかった。それ以上喋ってみな。ヘルズキッチンの裁判所が懐かしいよ。くそ、やっぱり開かない。あの隙間からは出られそうにないな。そう思う。くそ、八方塞がりだよ。そのバケツが何かイラつくことをしたか。いや、イラつくのはお前。お前のせいでもう帰れない。ニューヨークに。ニューヨーク、何度言ったら覚えるわけ。お前もバンブレイスを覚えないだろう。それに記憶が正しければ、初めて会った時もお前は幸せそうに見えなかったぞ。なのにどうしてそこまで帰りたがるんだ。うるさい、もう魔法でここをぶち壊してやる。奴らの前でその力は使わない方がいいぞ。なんで。私が悪魔と計り事してるから。異端者とみなされれば首吊りだぞ。魔女裁判みたいに。それはどういう意味だ。いい、さっきは言う通りにしたけど、次は私の番。今の私が。早くこれを着て。誰なの。ここを出たいならこれを着て私の指示に従って。オッケー、来たよ。あんた、さっき助けようとしてくれた。でもどうして。あなたを信じてる。とにかく急いで。監視たちはどうしたの。眠り薬をパイの中に混ぜておいたの。意外と大胆ね。目を覚ます前に早く。ま、待って。どこ行くの。狙いは何。狙い。裁判所じゃ弁護してくれたし、今は迷ってる場合でもないだろう。確かに。ついていくけど食い物はある。予想外の展開だな。ええ、ほんと。今何か言った。え、いや、早く行こう。こんなことして大丈夫。いや、後で問題になるんじゃない。私なら平気よ。それにあなたがあんな不当な仕打ちを受けるのは我慢できなくて。裁判で話してた連中は何なの。評議会議員よ。町で起きた揉め事は彼らが解決してるの。
いわゆる陪審制ってやつか。なるほどね。この国は滅びかけてるの。あの正気に触れた者は壊れる。ああ、この目で見たよ。あれはマジでヤバいね。あ、危険って意味。ええ、そう。アーシアは滅亡寸前。あのクソブレイクはどこから？説明は後よ。今は逃げなきゃ。で、一体どこに向かってるの？ひとまず仮想街の方に行くわ。仮想街ね。なるほど。そもそもなんであの裁判にいたの？長い間外から人が来ることはなかったから。みんなあなたのことを知りたがってる。すでに悪名高いってことね。そのクソブレイクが起きた後。ああ、普通にブレイクでいい。そのブレイクが起きた後、みんな住処を奪われた。このシュパールが最後の砦。マジか。できるだけ大通りは避けた方がいいぞ。その方が見つかりにくい。できるだけ大通りは避けた方がいい。その方が見つかりにくい。ええ、そうね。いいとこね。洒落た家ばかり。ここは貴族が住んでるの。ああ、つまりアッパーイーストサイドね。正確には町の北だけど。分かれて探せ。近くにいるはずだ。脱走に気づかれたみたいだな。影に隠れながら進むんだ。影に隠れて。いい案ね。彼女を見習ったらどうだ。お前と違って素直だ。見つけたぞ！捕らえろ！急げ！おい、ここだ！早く塔へ連れ戻せ。Thank you.
もう安全よ。ああ、ありがとう。うちまであと少しよ。来て、食べ物もある。気持ちのこもってないありがとうだったね。人が優しくするときには裏があるの。だから信用できない。ふん。俺のこともか？お前とは癒着関係みたいなもん。離れたくたって無理なんだから。あの子は危険を冒してお前を助けたんだぞ。まあそうね。食い物もあるみたいだし。それに向こうの目的が何か興味があるだろう。食い物の方が興味ある。よっと。ここなら大丈夫。私はオーデン・キーン、ロビアンとカリスタ・キーンの娘よ。私はフレイ・ホーランド。親には会ったことない。それは何て言えば。やめてよ、どうでもいいし気にしてない。嘘だね。父は有名なカーナシェンテだったの。カーナシェンテ。カーナシェンテよ。まあ同じようなもんでしょ、言い方の違い。あなたって変わった人ね。カーナシェンテはアーシアの名のある学者たちのことよ。母は将軍だった。ええ、ご立派な両親だこと。え、だったって。幼い頃から私は一人で生きてきた。私も同じだよ。親がいなくて里親たちにも結局見捨てられた。じゃあ気持ちもわかるわね。クソみたいな人生だって。他の人を助けたいって。言い方の違いね。私の家よ。この酒場が？いえ、その上。気に入ったよ。で、食い物は？これずっと持ってたわけ。ここへ呼ぶためよ、フレイ・ホーランド。誰かさんの娘。うん、ただのフレイでいい。やるね。助けてくれてありがとう、リンゴも。でもここでお別れね。あ、待って。私の国を救ってほしいの。おう、そういうことだったか。無理な相談ね。光の描く円と流れる音、それに導かれたはず。うちに帰りたいんでしょ。力になれるかも。一杯なら付き合うよ。いいね、中世がテーマのバーみたい。ちょっと。ごめんなさい、見てなくて。それ返しな、早く。盗みのルールその2、盗んだものは返すな。じゃあ1は？捕まるな。それ何なの？ここじゃただのゴミ。ただのゴミならくれたっていいのに。悪いね、おちびちゃん。ほら消えな。一番上等の酒をお願い。だ、驚いたね。これマジでうまい。じゃあ聞こうか、すぐ飲み干しそう。私の父はトラーナと呼ばれる現象について研究してたの。トラーナ？あなたが通った光の穴よ。帰る方法がわかるかもしれない。その本をあげるわ。ただほら来たよ。その代わりにブレイクの研究資料を探して。それはブレイクにある。あなたは影響を受けないみたいらしいね。みんな街の外に出ようとしたけど、あれの影響を受けて。受けて何？
もう頼れるのはあなただけ。特別なの。私のこと知らないのね。証拠はある？あ、ええ、見せるわ。あと、ありがとう。やるとは言ってないよ。本当かな？まあ、可能性はあるだろうな。他を当たるよりはマシなんじゃないか？でも、あの地獄に戻りたくないんだけど。大丈夫だ、心配ない。俺がそばについてるだろう。逆に不安。Ayaka underscore Twitch 说就是那个 SE 的微妙魔法师吗？ Will 对，基本上就是那一片神奇的魔法师。これあんたの家族なの？そう、カーナシェンテギルドにいた時の絵よ。父はジュヌーンの。我有点后悔把它调成日本语音了。ジュヌーンのグループに飲まれる前に研究をプレイノストへ移していたの。中文跟日文的那个翻译配起来好像很有点搭不上，还不如用英文，然后听不懂英文，然后看认真看中文这样，稍微有点。那中文会不会是从英文直接翻过来，而不是从日文翻？好像有一点点不太一样。どんな人だった？すごく賢い人で、みんなに慕われてた。ブレイクを遅らせる手段や治療方法も発見間近だったの。みんな父に期待してた。いつか平和な世界を取り戻してくれるって。私も父の意志を継ぎ、希望を持ち続けてる。見て、トラーナについての記録よ。ああ確かに似てる。助けてくれればあげる。見返りね。なるほど。ブレイクについては赤色の本に書いていたわ。それを取ってきてほしいの。看他那个模型的模组嘴巴讲的就是讲英文的。Motion capture 是抓英文。那对日文对嘴。あなたが帰れるように尽くすわ。約束するから。所以应该是以英文 base。いや違う、そういう表現があって忘れて。じゃあ聞かなかったことにする。ええ。OK、やるよ。まあ、他に選択肢もないしね。ああ、よかった、嬉しい。これでアーシアのみんなも助かるわ。ああ、別にそれが理由じゃないけどね。これからブレイクに向かうのなら少し休んだ方がいい。いいね。横になる場所は。横に？あ、つまり、休む場所。ああ、もちろん。こっちが。部屋はいつでも自由に使って、新しい服も用意するわ。ありがとう。飛んだ一日だったね。まだこれが現実とは思えない。だが現実だ。もう休め。明日も大変な一日になる。アヤタ underscore Twitch 说最嘴那个倒是没差。那么中美记日文就很怪。那么
欸，可是我的日本朋友他们都习惯玩要有那个日配的。我们是台湾已经很习惯了那个中配的话，我们是不太喜欢，但是日本人很喜欢日配这样。对，那时候库尼就这样，库尼他那时候也是很喜欢，就是有一些游戏，就算那个地平线有那个日文的发音，他还是会调日文发音。我日本的声优配音的那个文化本来就不错，所以可能听了也不会觉得太差吧。我们台湾的话就声优的那几位、啊、听到就很腻啊。不知道不喜欢看那个字幕的文化吧？我说日本，对，太麻烦了，不想看字幕，用听的就好。那就是我的日本朋友库尼超级要求，库尼怎么都要日配。我有时候觉得这种游戏配日文是怪怪的，但是 PS 模组还是蛮酷的。すげえな。真的哦，喵星人披风，我就不太懂了。我现在按了换了，但是还是没办法换。看一下。七字，哦，这里，哦，タンタの恵みを。特点。意味わかんないけど。猫咪特点。吼。一つ頂戴したらどうだ？リンゴ一つが何時の上を遠ざく秘宝となるだろう。詩人だね。Ayaka underscore Twitch 说日本说唱了就是披着资本外服的共产主义。那么一心。それで这么阴谋化，多酷！カーナシンテギルドに行くの？あの田舎娘の地図を見る限り。町の南門を抜けるようだ。だからマウタン。じゃあそこへ行こう。失礼。我们最常听的是日文配音，才会觉得他语言奇怪。真的。ありがとう。え、なんて？
そこのあなた、少しだけいいかな。さあ、ほらこっちへ。自慢の一曲があるんだ。よかった。それじゃあゆっくり聞いてって。曲のタイトルは、英知に富んだアルシュパールの民のバラード。他にもっとマシなタイトルはなかったのか。めっちゃ歌おう。どうだい、魂に語りかけただろう。アホニャ。この悲壮なメロディーによって呼び起こされるのは我々に迫り来る。そして町に取り残された不運な住民。二度と町の外に出たことあるの？ああ、もちろんさ。僕は音楽家だからね。まあ夢の中ではだけどね。おい、お前、脱獄犯が出たっていう時に歌なんて歌ってどういうつもりだ。ミリア、今は町の緊急事態なんだぞ。竟然有东方人。这基本上就是一个世界大同的世界。まあそれはそうだが、でも今は。そいつは衛兵だ。早く逃げるぞ。急げ。ああ、それじゃあ私はこの辺で。待て。お前。もうお別れとは残念だけど、さあどうぞ行って。今のはかなり危なかった。あのキザナを夢の中で旅してる子。ああ、それにあの歌。お前を探している衛兵の数が増えてる。兵を率いるのはダークスにいるんだ。あの人に気をつけた方がいいぞ。アヤカ underscore twitch。そう。例如日本的巫士词探子就是不可以的代表。好吗？老板。さっきから同じ場所を回る。あ、おせいじ。ああ、行き止まりみたい。どうやったらここから出られるの？知ってるよ。あんた、尾行してたわけ？うん、でも道なら知ってる。本当に？この辺りには詳しいの。うん。で、見返りは何？リンゴ一つとか。やっぱ尾行してたんだ。いいよ、ほら食べな。ついてきて。名前は聞かないの？別に。オリビアよ。フレイでしょ。みんなあなたのことを話してる。ここらじゃ有名みたいね。有名っていうのは衛兵たちに追われること。这游戏里面有刻意强调非裔的演员很多的。这游戏一直就是很多都是非裔的，虽然刚才出现亚裔的模组。あんたを気に入ったよ。時々何を捨ててるか分かってない人もいるの。ここのものでいろいろ作ってる。見て、怪我をしたらこれで治せるよ。器用ね。作り方教えてよ。もちろん教えてあげる。やって。对啊，但日本人的办公室文化比较复杂，我就觉得，但是他还是觉得台湾比较习惯。按住叉可以连续制作。这好像没办法哦，我大阪朋友也是，那个他们家族感觉也是很大大阪人的那一种沙文这样。確かにみんな色。ここにも。结婚之后好像大部分 女生都会变成家庭主妇，我觉得这样是有点麻烦。
那个社会不领双薪，这样工作很辛苦的，然后还要养小孩的话，这个也是蛮特别的。的神奇的文化。Ayaka underscore twitch 说：“有比较少的蛋还是你？”对呀 ，Redis 啊，这是另外一件，他另外国舰独立说。越是刻意促进人种的政治正确，反而愈在难。对。金金金金。おちびちゃん。いいものあげる。ただのゴミって言ってたもの。いや、スマホじゃない。取らないでくれてありがとね。友達からは盗まない。友達？そう。ああ、なら友達としてこれをあげる。うわあ、何それ？あなたタンタ？これはペンライト。それに私はタンタじゃない。あタンタ、そのタンタって何？アーシア一強くて権威のあった女性たちのこと。不思議な力を持ってた。その力で。这个女生的配音会不会太可爱了一点？またきっと救いに来てくれる。搭上她的脸，好像也搭不起来。来てくれね。自分で守らなきゃ。ちょっと失敗した。日文配音是很专业的，但是跟画面搭起来就是，ちょっと違和感ありますね。今にわかる。OK、じゃあもう行くよ。ここから出る方法を教えて。ええ。それならそこの壁を登って、町の外に出られるはず。かかった。ありがとう。それじゃあまたどっかで。代わりに町を守っておく。そうね。頼んだよ。Ayaka underscore twitch 说：大男人主义就故意限制女性不能出去工作。那么，造成。这个东西都是文化了，没办法，也不能说以偏概全。有一些既定的人还是会这么觉得。你说之前去大阪朋友家，就是日本人的大阪朋友家去玩，我看他们吃完饭以后，那个饭餐桌饭筷什么丢了，然后又跑去看电视，然后老婆就在那边慢慢的收，哦，好累哦，为什么不顺便帮忙老婆把东西收一收，大家都轻松了，就觉得很奇怪，然后你觉得说啊，我在外面忙忙那么多，所以家里的事情就是要女生去负责，蛮累的。那我们家的话，我跟阿克嫂吃完饭，我们都一起洗餐盘，一起收，很快啊，弄几分钟，三五分钟就好了。啊，你若另外一个人，就要花到五到十分钟，看时间宝贵呢，对，休息的时间也很宝贵，这个，对，哎，你在。五点啊。呼，玩了一个多钟头啊，发现我应该才刚玩完新手教学的 feel， 好像是哎，对啊，我记得试玩版好像从这边开始跑的，好像。一体何なのこいつら？やつら人間？ゾンビ。どうやら人間の部類。だったら殺せ。選択肢があるから、やるかやる。
オーデンの話じゃ、町の外に出た人が影響を受けたって。町の住民が壁の中にいたがる理由がよくわかる。これだ。オッケー。波動拳。波動拳。このくらいで疲れたのか。てか、いつも疲れてんの。跟孩子一样，新手玩意叫就该休息。真的。哎呦，前面就有战斗了，只是玩了半天，他终于才换上这套真正在游戏中净土战斗的衣服，从不然从刚刚就是 T 恤跟牛仔裤而已。对，我其实是这游戏我比较觉得很酷的是那个机枪发射这一招。这招好酷，好酷！我就是因为这一招才决定要买。还有这个翻来覆去的音速小子玩法啊，不是跑酷玩法。啾啾。然后这个非洲裔的这个女演员其实也还蛮可爱的。所以还可以接受，对。这个他有演那个 Netflix 的那个《恶灵古堡》，那个写实版的那个影集。虽然《恶灵古堡》写实版影集不好看了，但那个女演员记得很清楚，就这个长得还蛮清秀的。然后我就看，干这游戏，这游戏该不会是那个《恶灵古堡》那个主角演的吧？我看一下，对，是同一个。Much combat! A token! Shop P Kong 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 Nijiwa. Shop P, 后来那天有没有买什么东西啊？我在大年初几，大年初二的时候跑去台北地下街，不对，跑到万年百货遇到巧遇我们的小 P 金卡赏跟小小 P 小小小 P， OK， 接下来就是到处晃的一个游戏。哦，你没买，就买小朋友的意思。有侠，有侠。对，需要小屁的东西比较多。这个 pose 超帅的。不不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 ！喂，丢，有没有？其实他那个招式的设计，其实我觉得动作是蛮酷的，这个啪。八卦留一身掌，啪！然后那个真空波动拳，啪！北斗百裂拳啊，不是，这叫什么？飞那什么？天神指挥家，指挥家，你看他射魔法是用抓的。这还蛮酷的，我就因为这几招，然后就决定买这一遍了。故事的话，就新的故事，所以可以看，是觉得还蛮有趣的，但是没有太大期待，有多么有趣这样。马纳茨，敌はいないみたい。あまり気を抜くな。
上去上去啊，总要固定路径。青龙水上标，这个蓝色的卧龙拳可不可以打爆？好像不行。役に立ちそうだね。そうですね。誰かいたらどうしよう。ああ、話しかけて挨拶しよう。言葉通じると思えない。ソラ！没有没有，我那边是去买假面骑士的那个模型，就是那天买石王跟 Ghost， 本来要买布拉克假面赖达布拉克 Black X RX 去了，就后来还是买两只。国建比武说：“怎么这种泡汤方式就是？”那不一样。那你把它找回。なんていうか。然后那天主要是陪阿可嫂去买咖啡跟那个绿茶粉，就是顺便就是随便晃晃而已。过年不知道去哪里。啊！我是多了什么新招吗？然后没仔细看，弹跳是不是？哦，避难所。我昨天有去地下街，感觉内容很平凡。去内容平凡。有该卖的都卖的差不多了。有啊，这游戏有地图啊，只是不怎么堪用，嗯。国建比武说：“地下街现在都变成一番赏地下街了。”哎，真的，对啊，一番赏地下街，真的呢。然后离开地下街之后，然后往那个外面的店面，有没有？就是那个地下街 Y12楼上那个，往楼上走，就是出那个电梯外门口。然后往那个叫什么路？往重庆南路吗？郑州街那边吗？不知道，就是那边有一卖一堆那个什么批发货，那里也一堆，外面 也都是一番赏。然后跟我老婆说奇怪，现在是这样都在一番赏大街，对啊。然后我就看到好多人在排那个什么排要买东西，看也是在排一番赏，可笑啊！呵呵呵呵呵，对，真的是一番赏哎。我的印象中，我有去抽一番赏，只有在日本出差那个时候无聊去抽过。台湾一番赏我一次都没有抽过。对，然后再来，我也不喜欢抽那种东西，抽那种东西就花那个钱，然后没有中，就只是中那种小东西，直闷呐。对啊。闷到爆炸，就干脆直接就是整合一番赏把它买下来算了。不知道，哎，我真的不知道啊，就是还是因为一些 YouTuber 带动节目去，大家流行抽一番赏，然后一堆人在那边抽这样，买来听一下。嗯，去看说哇，干嘛一番赏要抽还要排队是怎样？重点是你抽一番赏，一番赏，你如果没有这个，你第一个抽跟最后一个抽，其实
几率都没有太大的差异性，对不对？先抽到的话，应该说那个后面抽的好处就是，如果有看到有人被抽光，就不要再抽了，对不对？也抽到不？而且我一直觉得台湾的一番赏的店家都很难讲说它的公平性是否真的存在，可能真的有了，对。但我总觉得有一点点不是很可靠。哦，对了，一番赏没有办法买一整盒一番赏嘛，是不是？就是我不要跟你抽了，我就全部都拿大奖在里面哦。就是他一整个一番赏的所有的整套一番赏的内容全部买下来，这要多少钱？这样一套是多少？可以包套？包套这样多少钱？会不会包套比较划得来？这样算一算的话，一直在想，应该说，所以他们店家到底可以进多少套一番赏这样？单价乘以数量，那大部分会是多少钱？就是一个一番赏大概是几抽？就是全部都每一颗都抽完，大概有几张可以抽？然后一张是抽多少钱？我记得一张是150还200是吗？还是看那个抽的东西？70-100抽。拆卖能不能卖出去？哦，我懂。我靠，200-400元一抽，所以你100，干400块对吧？还一抽如果是400，那你100抽下去的话，100乘以4，对啊，40000块，干你笑哎哦！哎呀、啊！但是的确的，如果直接包抽的话，一定中，对不对？肯定中，绝对中。Naruto， 嘿。对，我现在对玩具都不太敢认真买了。噔噔噔。啊，それいいかもね。噔噔噔。啾啾啾。这地下街，哎，生态已经变得跟以前不太一样。跟老婆过去有点点的小小失望。对了，起码还有拿到实体物，有十给呢。抽，看人抽了一个小时，那个一直抽的。2000元刮的可能0块钱，是对，是没有可能，无不可能。是也是 L 文件夹就很偶尔，嗯，对了，没错。如果抽到花200块，然后拿到一个文件夹，我就是觉得那种感觉会好难受，伤心难受。看你妈的，天，把口丢，底下文件夹，底下文具店。对不对？一包50块尔，一包可能10个哦，就一抽400，拿到一张一个文件夹，有没有？然后今年过年好像也没有特别，我觉得我今年过年Steam的东西买的特别多，对啊，我Steam Game买真的超多了。加一加，可能前后算起来可能到5000块哦。我买 Steam 的游戏，就是非实体店这样。以后有机会再慢慢直播，因
等一下刚好有他特价吧什么的。对啊，反正今年的话 PS5 因为之前就已经入手了，所以没有什么特别。如果今年新片大概就是 Forspoken 跟那个海贼王了哈，啊不，跟航海王那个 RPG 有没有？这个我也是觉得很屌，梦程度就是它不一定是特价，但是我觉得这个怎么样都还是比那个主机还便宜，我就是买一下。所以我算一算，我应该要买三四十款游戏哦，指定的游戏。那天因为天选想要买那个大奖，我还一直问老板，如果现金买，那多少钱？6500币，余剩6000块。天权的朋友很想要那个大奖，敢不用了啦，公仔这种东西对不对，生不赖的死不带去的，这个是我现在还是有买玩具模型，买模型不是玩具，至少模型可以体验那个制作的过程。对，今年还没买，但你买30片，哇你也买很多的，哎呀上。对啊，政府的6000块要等到过年后什么时候发都不知道了。就可以抵掉了我的5000块 Steam 的钱，但是我要先付卡费，看。想买或是愁，对。不晓得，就怕就没地方放，有地方放也会放生灰尘了，对。我家的玩具已经尽量在减少了，对。清明节才领钱，所以这样子演清明节是领奇怪的包是吧？这不会解，都有可能呢。对，总之就是今年的过年也没有什么太大的什么想要的东西，想要东西大概最近先买了。就 Steam Deck 在之前就买了的，过年前哎，怎么也算了、啊？新年的时候，圣诞节买到，然后其他主机我也都买了。可是今年应该买到 PS5 的人应该很多吧？应该是每一间店家都几乎都有摆出来。如果问那个一些店家的反应，他们说有一些卖，有一些玩家蛮特别，就是。他们就是只买主机不买游戏片，是真的单买主机哦。啊，游戏片都不用，一片都不用打，就都没有。我觉得有两种可能的，一个就是前几年已经想 PS5 想疯了，所以先买了游戏，对。然后现在终于主机买得到了，所以买主机而已，游戏片就不用买。然后另外一种就是跟那个库尼很像的，就是他这是 PS 已经烂到快不行了，快垮了，没办法再买一台 PS5。PS4 实在是不太划算，所以刚好买 PS5， 然后继续用 PS4 撑，有没有？大概是这样。就是这样子。没钱的时候想要买游戏，当收入还可以的时候，发现自己好像没什么时间玩，一直都没有钱，没有时间玩。现场主播就目前是全机制霸，好不好？二月份还有 PlayStation VR 2，哦，还要玩。对 ，VR 2已经早就之前先定了。你看，去年就直接定了两个玩意，就花了我40000，有可怕。对，另外一个还没有兑现哦，就是要等到下个月，下个月22号，等他寄过来。兔年出比较兔，很兔，连那个复刻主机也收。哦，对，复刻主机也没有算进去啊。对啊，很多呢。对，艾克桑讲的那个想法就是库尼。库尼其实并没有很想要马上 PS5， 但他 PS4 已经快挂了，那时候就真的已经快挂了。所以第一时间他居然说我要买 PS5， 我原来是真的撑不下去。好，这个 Forspoken 大概就先介绍到这里了。
这个游戏其实算还蛮有趣的哦。我自己个人 Forspoken 是还可以玩啦、啊、但是就是建议玩家在玩之前啊，其实没有差哦。就是日文语音去对的话，其实声优配的数值还是非常高。但是如果你是稍微略懂一下日文，然后可以看要看着中文字幕跑的时候，不然你就开日文字幕好了，可能会比较好一点。有时候会对不起来，跟你看的那个文字的内容会有差异的时候，玩起来有点违和。哎，它里面讲的一些比较特别的那种笑话、那种梗，有没有？然后用中文翻跟他日文讲，也是一点点微妙差异，然后就觉得有点怪怪的。对，所以如果大家要玩的话，可能就开英文版就好了，英文版跟中文字幕哦，这样就玩起来应该也比较 OK。不过我们日文大日本大名嘛，还是开个日文给大家。日文发音给大家看看，这样 ，OK。然后战斗部分，其实他走开放世界的方式打，稍微敌人真的稍微空了一些啊，不然还是以地形跑酷为主要的游戏特色，所以可能玩的过程中跑步的过程会比较多的感觉。哦，虽然我玩了一个小时多，快两小时都好像才刚玩完一个新手教学的流程，还没有正式进到游戏。哦，不过大概可以。猜想得到可能整个游戏玩的节奏感是怎样。嗯，那我自己个人给的评分大概是多少呢？我觉得给75分左右啦，哦，收手哈，这还可以玩哈，射击感战斗是还蛮触鼻触鼻的啦，就供大家做参考。对，哼，安尼今天你是大年初四，嘿，赶快给大家拜年，嘿。啊，后面几天放假，大家好好把握。我们去佚佗，跟去佚佗。阿未买游戏片，跟买买，阿未破台，提去破台。诶、欸，出事啦！对哦，所以每年就是到了初四，或者是这个礼拜，像这种一个礼拜礼拜三，我觉得礼拜三过完，就等于是这个礼拜就已经过完，已经快到下礼拜，所以 pace 很快。哦，礼拜四、礼拜六、礼拜天很快就过完了，所以大家赶快好好把握。哎、欸，听起来不会啊，还有4天。哦，4天很快就结束了，真的。OK， 哎、欸，那我今天睡觉就睡掉了，好吧？我今天早睡觉睡到1点多，快2点，我跟阿可才把他醒过来。醒过来，你看今天已经快过完了，真的，只要睡超过下午就，今天就过完，所以很危险啊。大家还是要早睡早起哦，多多运动。哎、欸，过年应该吃很多，很爱运动一下。嘿、欸，好，阿叻，今麦是5点半，我差不多嘛是准备吃饭的东西啊。哈，那就先直播到这边。感谢我们两位版主，谢谢我们的狗仔，我们的 KD 赏，还有我们的小朋友，那个不是小朋友，还有朋友金卡赏，跟我们的阿亚克赏，还有其他收看我们节目的好朋友们，ありがとうございます。外出觅食，好，大家都进去吃饭啊！我嘛要准备晚餐的物件啊。晚一点如果有空，我再开直播。如果有兴趣的朋友，有时间再来看哈。OK， 好，那以上是这个魔兽世纪的直播，感谢大家收看，我们下次直播见，大家拜拜，拜拜，嘿嘿。